岐阜県立かかみ原西高等学校は岐阜県かかみ原市中東亜町24の一にある公立高等学校1983年創立1996年に岐阜県の高校として初めて全日制普通科単位制高校として改編された通称角西または西高同じ市内にあるかかみ原高校が かかみはらと読むのに対し、本校は、かかみが原西と読む。学校の周囲には、西高桜と呼ばれる、桜並木がある。岐阜県の高校としては、一般的な2学期制が実施されている。授業は月曜日、水曜日、金曜日が6時間授業、火曜日、木曜日が7時間授業である。朝の SHR 開始のチャイムとして、 福山正春のヘブンが1分間流れる。夏休みは3から4週間ほどであり、希望者対象の夏季補修が行われている。受験対策に力を入れており、土曜補修を導入している。希望者対象の朝補修もあり、始業前の7時40分、8時15分程度の間に行われる。3年時勢を対象にした放課後補修もある。青桜祭りとして、 毎年9月上旬に文化祭が2日、10月上旬に体育祭が1日行われる。その他、球技大会、カルタ大会などの行事が行われる。文化系では、吹奏楽部が第62回、東海吹奏楽コンクール大編成の部で第57回大会以来5年ぶり2回目の金賞を受賞。体育系では、男子ハンドボール部が平成27年度、 岐阜県ハンドボール選手権大会で優勝。ありがとうございます。